い、こんにちは、ナースケです。ということで今回はね、筋トレやってたら絶対に買わない方がいいアイテムご紹介します。絶対に怒られる。ということでね、久しぶりにね、ちょっとね、マイプロテインで大量買いをしてしまったので、あのマイプロのね、サイトがリニューアルしたりとか、このリブランディングか、サイトは変わってないけど、多分会社全体の方針とかが結構変わったりしてて、でもアイテムもね、結構リフレッシュされてるんですよ。でまあ、マイプロテインでいろんなアイテムがあるから、僕もね、ちょっと試しに買ってみて、いろいろね、レビューしたいと思ってて、まあ早速ね、買わない方がいいアイテム紹介していきます。一つ目、これですね、脂肪測定器。まあ、こんなのがありますと。まあね、これ、見た目はなんかすごい、ちょっとエンジニアの人が使ってそうなぐらい数字がたくさんあるんだけど、まあそんなにね、エンジニアの人は舐めないでもらって、エンジニアって本当にすごいので。まあ、これどうやって使うかっていうと、このね、なんか、脂肪をまず、こうやってつまんで、こうやって測るんだよね。で、今、この脂肪の厚さがどのぐらいかっていうのを、これ見れるっていう感じなんだけど、まあこれね、セールで買うと本当に安くて469円、なんかもう500円ぐらい買えるんだよね。500円ぐらい買えるんだけど、なんせまあもうちょっと多分その脂肪が乗ってたりする人でダイエットしてる人だったら買ってもいいと思うんだけど、もう僕とかさ、もう絞りが不安でこの機械買ったのに、もうこの測定不能なんだよね。ほぼなんかこのちっちゃく測れてしまう。もうちょっとなんか皮膚の下に脂肪があったりすると、もうなんかな、あと何センチ、あ、だいぶここの隙間が薄くなったとか、そうやってやる機械なんだけど、まあこれはなんだろうな、大会とかではあんまおすすめしないかも。もう大会とかだったらこうやって触ってる方が自分のね、感覚が分かりやすいから、まあだいたい体脂肪 10% 以上とか、そういう人だったら買ってもいいかもしれないね。だけどまあそんなに期待しない方がいいんじゃないかと思います。っていうのがね、この皮下脂肪測定器でした。そして2つ目、もうね、この動画序盤で終わるね。序盤で買わない方がいいアイテム2つ出てきます。これが2つ目。このアイテム名で言うとね、ハンドラップとかっていうアイテムだから、まあ一般的にちょっと調べて僕も買ったんだけど、まあ基本的には手首で巻くタイプのね、このラップっぽいんだよね。でマイプロだとこれさ、945円で売ってますから、すごい安く感じるわけですよ。でね、じゃあ手首で巻いてみようと思って、よーし巻くぞー、巻くぞー、あれ、長いな、まあいいか、巻く、あれ長いな、巻くぞーみたいな、うえ、長まだ行くの、まだ行くのーって感じで、ね、もうこんなに長いんですよ。だから手首で巻いてると、もうこの一周の何、先っぽまで行くのにこんぐらい行かないといけないんで、見てこの長さ、わかるかな、この長さ、わかる、この長さ、あそのぐらいね、これとても長いんですよ。で、リストラップって基本的にね、その圧力をさ、そのかかりすぎてるから、トレーニングの間とかにはこのリストラップ外したいのね、ちょっとここ圧迫されるから。でもこの長さだと外すのにも時間かかるし、またつけるのにも時間かかるっていうんで、まあ僕と同じようなスタイルで、なんだろうな、しっかり休憩取って、トレーニングして休憩取ってってやってるトレーニングスタイルの人、まあ基本そういう人ばっかりだと思うんだけど、まあそういう人はね、あんま買わない方がいいかもしれないね。基本的に長いで、あとはね、単純に結構ね、伸縮性あるのかなと思ったら、ガーゼぐらいの伸縮性だから、まあ、そんなに伸びないんですよね。だから本当に長くて、本当にめっちゃ重量扱う。もう、めっちゃ僕は手首に厚く巻きたいんだっていう人はおすすめかもしれないけど、まあ、それだったら、これでちょっと1000円も切って安いけど、他の商品を買った方がもしかしたらいいかもしれないね。ほら、こんなにさ、僕熱弁してんのに、まだ巻けないんだよ。あとちょっとで巻けますよ。でもこれをさ、トレーニングの時に毎回さ、巻き直してたら結構大変じゃない？僕割とそのめんどくさがりがさ、勝っちゃう方だからさ、あんまりねーって感じで、やっと巻けました。はい、OK。まあ、嫁助さんもね、スポブラを買ったんですけど、まあ、結構安くて、多分ね、1000円も切ってるやつとかも結構あったんだよね。で、マイプロってマジで安くなるんだけど、うまくね、この送料を調整したいとかで、多分8000いくらをね、超えないといけなかったりするから、そういうんでね、合わせて買ったりするんだけど、この、まあ、シルエットも結構いいんですよ。で、ホームページのシルエットもいいんだけど、落とし穴があって、これパッドがないんだよね、多分ね。パッドがないから、女性が着るとしたらどうするのか、パッドをつけることになるのかな。つけるのかな。で、基本的にはスポブラってパッドついてると思うんですよ。だから、まあ結構楽で、その手間がないんだけど、この海外の人たちはね、多分もしかしたらこれつける文化がないのかもしれない。で、マイプロってイギリスだからそういう文化の可能性があるから、まあ基本的に日本と違うようなウェアの売られ方がしてます。で、安いからっていうんで、こういうね、そのパッドがついてないから多分安くなってたりもする可能性あるんだよね。だから、ここら辺は要注意。ちなみにね、何個か買ったよね。2個買ったのかな、2個買って2つともパッドがなかったんかな。そう、どうしようねこれね。パッドだけ買っ
ってそうなっちゃうよね。まあそれはね、ちょっと女性の方なんだけど、ちょっと要注意です。あとはね、サプリメントも割と買いました。僕足りないサプリメントがあって、CLA ね、 CLA が切れちゃったんでこれ買いました。 CLA は油ですね。これをね、なかなか持ってない人割と多いんで、 CLA は買うならマイプロ安いと思います。あとはこういうね、なんかペットボトルにバーッと直でサプリメントを入れられるタイプのマイプロ。これもね、ちょっと高かったんだけど、新しい商品ってことで先行でね、ちょっと使ってみたいなと思って買いましたけど、生地はかなりいい感じで、マットのタイプで、なんだろうな、ゴム、ちょっとゴムっぽい感じで、見た目もね、スタイリッシュでかなりいいです。ちなみにリブランディングされて、前までね、こういうタワーのプロテインキットみたいのがこの青色であったんだけど、今回はね、黒くなってます。ロゴもかなりかっこいい感じに変わってますので、まあ僕は今のね、マイプロのね、リブランディングした感じがすごい好きなので、僕的にはすごい商品の感じとかは結構ね、刺さってます。あとは結構ね、僕とか、あと嫁助もね、水筒を使うので、この水筒、マイプロの水筒を買いました。この水筒ね、まあこれもね、ちょっと可愛いからねと思って買ってみて、よかったらちょっとレビューをします。でも中身はこんな感じで、普通にもう直でこうやって飲むタイプだから、まあシェイカーがおしゃれじゃないって感じてる人は、これをシェイカー代わりにするのもありかもしれないね。まあ基本的にはね、僕マイプロのね、アンバサダーにしてもらってから結構経つので、割といろんな商品を知ってるんだけど、それでもなんかね、なかなかね、まだ頼めてない商品とかがあるから、ちょっとねレビューしたりないんだけど、でもね、今回は思い切ってね、いろんな商品を試してみました。このウェアもマイプロの新しいやつですね。こういうね、ランニングにも適してるようなウェアもね、増えるのかな今後。あとはまだ使ってないんだけど、プロテインパンケーキミックスとか、こういうのも買いました。あとはカカオパウダーね、これも僕よくプロテインマグケーキとかにカカオパウダーとかを使ったりするから、こういうのも安いんですよ。ちなみにこいつらの値段は、カカオパウダーが 250g 入ってて476円、このパンケーキミックスはね、863円でね、買えましたんで、これはね 500g 入ってるから、まあやっぱり安いよね。で、一応マイプロで一番安く買えるのがアンバサダーコードって言ってね、僕とかさくらさんとかもそうなんだけど、ナース系とかコードが発行されてるんですよ。で、そのコードが多分一番安く買えるので、セールの時はね、悩んだらナスケって使えばね、まあ基本一番安いプランで買えるので、まあそれはね、チェックしてください。あとマルトデキストリンもね、買いました。これもね、よくマイプロで買います。これは1155円で 2.5 キロなんで、めちゃくちゃ安いです、マルトデキストリンって。これ何かっていうと、まあ炭水化物ね、単純な炭水化物 50g、 こうやって入れたら 50g 全部炭水化物のもので、トレーニングの時にね、炭水化物取りたいなとか、朝ね、もうプロテインしか飲む時間ないって言ったら、プロテインと炭水化物を入れて飲むみたいなね、感じでデキストリンは使ってます。なんでこれもね、 2.5 キロ買えるし、まあめちゃくちゃずっと使うんで、1115円ってことでめっちゃ安いからね、まあこれをね、買いましたね。そうだ、あともう一つね、みんなにはちょっと伝えておかないといけないアイテムがあるんだった。何のアイテムかっていうとね、これですね。これね、めっちゃ便利なんだよ。まあ正直これ使ったことないんだけど、リフティングフックって言って、まあ2100円ぐらいするんだけどね。これ何かっていうと、パワーグリップと違って、ここにね、バーを通しても硬いまんまなの。ここはね、めっちゃ硬いんですよ、これ。だから例えば、まあ、こういうところにさ、フックがあるとさ、まあ、こうやってかけて、握力なしでね、こうやって懸垂ができたりするわけですよ。パワーグリップって多少の握力が必要じゃないですか。もうこれはマジでノー握力でいけたりする。だけどもうここにね、全体重がかかったりするんで、使い方には気をつけたりとかしないといけない。あとはまあ握力で握り込んでさ、トレーニングしたい種目とか僕あったりするから、背中とかさ、ローイングとかだとちょっとね、握り込んでこうやってグッて引きたいから、握力を全て使わなくてもね、引けちゃうので、このアイテムは。だからまあ使い方次第なんだけど、まあめちゃくちゃ持ってて損はないと思う。特に握力が弱いから背中トレが苦手ですっていう人は、まあ意外と試してみたりとか、懸垂をね、本当に全く握力なしでやりたいですとか、そういうタイプの人はまあこういうのを使ってみてもありなんじゃないかなと思います。ちょっとね、試しにパンケーキも作ってみたいと思います。うまくできるかわかんないけど頑張ろう。基本的にはね、僕が作れたら多分みんな作れると思うんで、まあ僕がね、作れるかどうかをちょっと判断基準にしてください。で、まあ嫁助もね、今日いるんで、嫁助の分と2人前作ります。よいしょ。今ね、粉ね 100g と水 300cc と卵を2個入れただけ。これでね、2人前じゃない？で、混ぜてあと焼くだけなんじゃないかな。うん、匂いはマジで普通のパンケーキミックスですね。
結構水っぽいけど大丈夫かな、不安だけどちょっと焼いていきます。はい、ということでね、マイプロのパンケーキこんな綺麗にできました。いやこれはマジで買ってもいいんじゃないかな、みんなどうなんだろうね。まあ問題は味ですよね。といっても僕はね、もう原料食に慣れてしまったんで、もうこれが食えるだけで幸せなんだよね、正直。このね、1枚で卵とか使わなかったら400キロカロリー切ります。でおにぎり2個と同じぐらいの容量でこのデカさが食えるっていうんで、しかもタンパク質が豊富、すごすぎるよね。ちょ熱っ。はい、ということでこのね、マイプロのパウダーもちょっとかけて作ってみました。よし、まあお味だよね、問題は。生地はまあ普通よりちょっと硬いかな、どうだろう、ちょっとなんかでも不思議な感じの硬さはある。いただきます。原料機なら OK です。なんかあのパンケーキの中に気泡がある。うん、なんかそれでなんて言えばいいんだろうね、これね、ちょっとパサパサ、そうだね、なんかふわふわ感はない、そんなに、なんかあのスポンジみたい、なんかクレープの生地みたいな感じじゃない。うん、なんだろうこれな、食感ちょっと厚焼き卵とかそういうのに似てるかも、うん、卵っぽいね、卵を熱に通した感じ、食べるからになんかあの体に悪そうな感じは全くしない、すごいオーガニックって感じ。ココアパウダーは普通に美味しいです。まあちょっと試してみたい方はね、そんなに高くないと思うから、まあ試すだけ試して、原料機に食べれるのはでもありがたいからね、タンパク質豊富で、だからそういうのを求めてる方はちょっと、ね、試してみてもいいんじゃないでしょうか。そんなにこれはやめとけって感じではないかも、これは。ついにシェイプフィットフェスティバルのエントリー開始。今回はスペシャルなゲストも参戦するぞ。シェイプフィットジムでは減量ダイエットサポートやポージングレッスンも実施中。大会を通して最高の体を手に入れよう。